よく眠れた二人でさ、今日の自由行動一緒に回ろう。やった。なんかさ、いきなり柔らかいものに。イク君と自由行動できて楽しかったな。それでは修学旅行から帰宅、9月18日日曜日、まず本屋さんに電話かけましょう。毎度ありがとうございます、羽ばたき書房です。それでは毎週水曜日と金曜日のシフトに入ってもらえますか。9月25日に温水プールへ泳ぎに行かない？うんうん、行こう。さあ先輩。はい、ユロ君、どうかした？あのさ、この後時間あるよね。バイトやめたんだし。ちょっと待って。ない。ちょっと付き合ってくれない？仕事嫌になった？そんなんじゃないよ、ごめんごめん、違うんだ。うん、そうじゃないけど。じゃあなんで？いや、なんでもない。責めたいわけじゃないから。人それぞれいろんな事情あるだろうし。ごめんね。別に、少し寂しくなるなとは思ったけど。ごめん、そっちから声かけてくれるんや、ありがとう。僕から声かけなあかんとかやったやんな。バイトやめる、何も言わずにごめん。ま、だからといってどうってわけじゃないけど、君を止める権利ないし、バイト先で顔見れなくても学校で会えるし。うん、まあそれなりに楽しかったよ。今までどうも。ひまろくん、この後にこれ入れてくんの？罪悪感すごいって。さすがの僕でも罪悪感湧くって。今日から新しく入りました、朝比奈です。よろしくお願いします。君のシフトは毎週水曜日と金曜日だったね。よろしく頼むよ。よろしくお願いします。よし、頑張ろうと。まさか君と同じバイトになるとは思わなかった。大丈夫？僕気持ち悪くない？なんかストーカーやでな、やってること。かわいいね。よろしくね。こちらこそ。店長から仕事の流れはもう聞いた？俺から説明しようか？いや、聞いてないから教えてほしい。うん、お願いできるかな？もちろん。いきなり全部覚える必要はないから、わからないことがあったらその都度聞いてね。優しいよ、優しい子。ありがとう、お母さんお父さん産んでくれて。気持ち悪かったね今。よし、頑張るぞ。かわいい、レジで手挙げてずっと一緒におるな。おほらほらほら、こういうの欲しかったよ僕、こういうのも欲しかった。いろりくんごめん。欲しかった本、前は売り切れだったんだよね。ちょっと探してみよう。あーちゃん、いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいっしゃ。あ、イク君、今日はバイトの日なんだね。そうそう、今日はお客さん少ないしちょっとゆったりかな。君は？うん、ね、あー、ちょっと待って、言わないでいいよ。こっち来て。うん、なんだい？え、これでしょ？ほら、前にさ、君が探してた本。すごい、ぬるぬる動いてる。すごい、ぬるぬる動いてる。うん、よくわかったね。うんうん、バイトしてた時そんなことを話してたでしょ？あ、マジで？あ、でも入荷したってわけじゃなくて、変な棚に差し込んであったのを見つけたんだ。へー、じゃあ探してくれたんや。そうだったの、よく見つけたね。うん、発想の転換。お客さん気分でこの本を探すとしたらって考えたんだ。かわいい。そしたらすぐ見つかったよ。お客さんが一回手に取ってから
自分が考える正しい場所に置いちゃったんだね。あ、でもそういうのある。それで言うとさ、あの今日から魔王を探すときにさ、どこを探せばいいんやろってなるときのやつやろ。あれ正解はレディースで探すのが正解やねんけど、え、異世界転生ものでもあるよなみたいな。でも別にレディースってこだわるわけでもないよなみたいな、そういうことやろ。違うか。さすがイカくん名推理だな。ちょっと派手なこの黄色いの買っちゃうか。水中で体を自在に操るってほんとすごいって思うよ。あ。やめなさい。イカくん、あまりじっと見られると恥ずかしいよ。え、なあ、ごめん、完全に思考停止してたよ。こんなの初めて。嘘つけ、2回目やろ。この水着気に入ってくれてみたいでよかった。ところで君は泳ぎ得意なの？泳ぎか、まあ普通やで。そんな練習特訓みたいなの言って昔。今だし。その普通普通。あー、でも浮き輪持ってきて、浮き輪あるのが楽しいんだな。浮き輪持ってきていい？うんうん、俺も言おうと思ってた。あ、ほんま？浮き輪ある方が楽しいやでな。やっぱ泳げても浮き輪よ、時代は。いい感じだよね。ん？ちょっと触っていい？ん？俺の体が気になるの？いや、そう、ごめん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 。あの、その、布地。誘ってくれてありがとう。あー、うん、こちらこそ。ん？ちょ、目をスライドしてみる。じゃあ、うん、楽しかったね。これ初めてかも。送ってく、当然でしょ。ありがとう。じゃあ今日はここまでだ。部活、寄り道、直帰、何でもいいけど気をつけろよ。うん、ああ、ちょっと帰りに園芸部の畑に寄ってくれ。え、どうしたんやろ。はい、畑、田植えかな。田植えはマジ任せてほしいね。うん、やっぱな、ちょっと疲れてるんじゃないか。え、僕？そんなことないですけど。いいから深呼吸してみろ。はい。スフ、もう一回スフ。植物の葉っぱには匂い袋があってな、虫は嫌がるが人にはリラックス効果があるんだ。いつも一生懸命なお前はかっこいいけど、たまにはのんびりも必要だ。はい。よし、じゃあもう一回深呼吸してから帰れ。あれ、少し体が楽になったかも。先生のおかげだよね。なんやろ、ストレス溜まってたんかな僕。あ、50超えたからとかかな。ありそう。寝るか、たまには。氷室くんだ。あー、いやー、祈りくんって呼んでみる。喫茶店、いや、これ浮気やな。やっちゃった。いや、断って、お願い断って。ごめん、自分から誘ったけど。なんで？なんで？これはこれで傷つくな。やっぱバイト辞めたのか。響いてるか。クイズ王、サインありがとう。うわ、サインしてんの？いいよ。質問はまた今度ね。僕もサインもらってないのに。そしたらイク君、子供たちに捕まってるのかな。イクくん、最近大人気だね。うんうん、テレビ放送の後すごいんだ。だから店長に叱られちゃったよ。サインは一人一枚まで、質問コーナーはダメだってさ。なんやここの店長、我が店長になるわ。そっか、男の子はサインもらえて嬉しそうだったよ。ならいいけどさ。でも質問に答えないクイズ王ってどうなのかな。イクくん有名人みたいですごいな。え、そうかな。君もサインいる？欲しい欲しい、めっちゃ欲しい。結構ガチめに欲しいタイプやね僕。人の字。ユバーバかよ。イグがまんざらでもないみたい。今週はバッチリ頑張ったよね。最近君の話を聞くのが楽しみなんだ。意外な切り口っていうのかな、聞いててワクワクするよ。やっとね。10月9日臨海公園に行かない？うんうん、行こう。遊覧船に乗りたいな。よし、決まり。タラップを登るところからワクワクだよね。タラップって言うやん。へえ。さあ、出航だよ。本当に海って偉大だな。このまま世界一周とかしたいね。
見て、海鳥が可愛いよ。いや、これから世界一周。うんうん、俺もしたい。やったね、バッチリ好印象。よし、ここ、眺めいいね。眺めいい？そっかそっか、眺めいいよね。今度は俺が見つめる番。え変な声出たよ。俺、君と遊ぶの好きみたい。君は？好き。話足りない。ギャルっぽかったな。10月23日ボーリングしに行かない？うんうん、行こう。ボーリングとダーツ、君はどっちが好き？ん？いや、両方あんまり好きじゃないな。ボーリングとりあえず行くか。うんうん、俺も一緒。さあ、始めよう。負けないから、いくかのボールを持たそう。勝負とかはちょっと。なんやろこれ、難しいな。勝負とかはしたくないよね、和気あいあいと。え、どっちにしろスコア出ちゃうし、勝敗ははっきりするよ。あれ意外、あ、マジか。うわ、久しぶりに聞いたな。そうなんや、やっちまった。行きたかったんでしょ？ならよかったね。でも、あり。マリー、見つけた。うんうんうん、おみちるさん、ひかるちゃん。お誕生日おめでとう。ありがとう。覚えててくれたの？ありがとう。これプレゼントなの。気に入ってもらえるといいんだけど。後でそっと見てくれる？マジで？めっちゃ嬉しい。うん。ひかるたち、マリーのために本気で選んだんだ。嬉しい。プレゼント何くれたのかな？マリーゴールドのハーバリウム？めっちゃいいやん、玄関に飾るわ。可愛い色のお花、綺麗でずっと見ていられそう。ん？ん？なんだこれ？はい。こんばんは。こんばんは。イクくん？急にどうしたの？今日、誕生日だったよね。それで。マジで。はい、これ、プレゼント。誕生日おめでとう。好き。好き。覚えててくれたんだ、ありがとう。どういたしまして。気に入ってくれるといいな。じゃ、またね。お邪魔しました。イクくんからプレゼントもらっちゃった。プレゼント何くれたのかな。まあ、カエルにもいろいろあるからな。カエルも自由の傘。フォローになってない。カエル？でも、うん、かわいい。あ、かわいい。イクくんらしいチョイスかも。よかった。かわいいなら。では、今年の文化祭のクラス出展は、多数決の結果、ランボール迷路に決定しました。2週間後の文化祭に向け、クラス一丸となって、頑張っていきましょう。文化祭楽しみだな。頑張って準備しなくちゃ。あーちゃん、今帰るとこ？うん。いくくんも？そそ。じゃあ、途中まで一緒に帰る？帰る。あ、ごめん、ちょっと待てば、お茶して帰ろうよ。いいね。ちょうど小腹も空いてたんだ。行こう行こう。やった、初めてのいくくんとのお茶。ところでいくくん。なになに？好きなテレビ番組、クイズ番組かな？食べ物ラーメンやもな。あ、スポーツ何やろう、聞きたい。スポーツって何かやってる？俺結構好きなんだよ、スポーツ。少し意外かも。そう？どんな運動も好きだよ。ただね、向いてないみたい。やな、そういう系ね。特に野球、興味ありすぎて体が止まっちゃうんだよ。止まっちゃうの？そうそう、完全にフリーズ。すごい人はボールが止まって見えるって言うけど、俺は逆、自分が止まっちゃうから。回転数とか回転軸とか気になるから、ピッチャーの投げたボールをじーっと見ちゃう。見えないけどね。それじゃ打てないよ。うんうん、まったく。まあね。
壊れたらな。体育の授業とかも楽しいんやろうけどな。深いな。今年僕何するんやろ、文化祭。あ、ダンボール迷路や。そうせや、吹奏楽部やめたからね。今やだろうな、今年は。いらっしゃい、いらっしゃい。まさかイク君今年もやってるの？そうそう、今年もやるよ。クイズヘアカットダーホン。去年は一人も俺に勝てなかったからね。そうだよね。うわ、今年もやってんのかよ。あれか、噂のクイズ紙切りデスマッチ。ああ、今年も勝負だ。クイズに勝てないと分かっていても怖いぜ。はいはい、いらっしゃい。お客さん来たから、じゃあね。もしかして少し人気になってきてる、はあ、いのりくん、どうかしたの？なんだ、君か。なんかかっこよく見えてきたな。いや、なんかやたらと注目されてる感じ。多分かっこいいからやで。クラスの出し物サボってるから。それはダメだよ、みんな困ってるんじゃない？はあ、めんどくさいけど罪悪感を感じるのもナンセンスかな。わかった、自分の役目はちゃんと果たす。うん、それがいいと思う。アドバイスどうも。それじゃ。バイト辞めたけど。私は後でいのりくんのクラスに行ってみようかな。モーリーを探せ。巨大迷路モーリーを探せ。目立ってるみたい。どんどん人が集まってくる。あ、もしかしてモーリーって小次郎先生の？ゆくくん、いらっしゃい。そう、先生の実家のモーリー。よかったらチャレンジしてみない？うんうん、もちろん。モーリーと迷路のコラボがどんなのかすっごく気になる。では1名最後バスね。だあ、どうした？やっと着いた。あ、おかえりなさい。どうだった？教室の中で迷子になるなんて思わなかったよ。そうそう、あと君の仕掛けも見つけたよ。わかった？正解ルートを巧妙に隠してたね。ホルスタインたちがバラバラな方を向いてて方向感覚が狂った。すごい、よくわかったね。デザインとしても可愛かったし君っぽいなってさ。なあ、楽しかった。俺宣伝してくるよ。よかった、イク君すごく気に入ってくれたみたい。ごめんなさい、ごめんなさい。決まったみたい。あ、これ去年これね、全カットしたんよ。あのバグり散らかしたからね。あの氷室先生が出てきて、なんかローズクイーンっていうのがあるんやって。毎年決められる。水は光る、見てきたんだよね。マジパーフェクトだったよ。来年は私たちがエントリーする番。マリーも一緒にエントリーしよ。私そんなの無理だよ。光るたちの学年って可愛い子いっぱいいるしな。こりゃちょっと厳しいかもね。うん、ミスコンって日頃の努力が実を結ぶから、それがなければ難しいかな。うん、ちょっと残念かも。な、日頃の行い悪いって今言われた僕。私たちのクラス出展のダンボール迷路は大成功、楽しい文化祭だったな。よかった。みんな見て、フォトフレーム、イクくんのできてる。わあ、結構ストーカーっぽくなってきたね、ほんまに。11月20日にショッピングモールへ買い物に行かない？うんうん、行こう。気になるショップはある？気になるショップ？これスカイラウンジがいいな。いいよ、気になる原因を突き止めないと。うんうん、衛星写真で見る羽ばたき市って感じ、面白いね。まあ水平線が光って見えるよ。イクくんのお家見えるかな？高くて足がすくんじゃった。イクくんのお家見えるかな？ちょっと待ってよ、いつものスーパーがあって、あー、駐車場の陰で見えないや。うん、いい感じだよね。どうしたの？おーい。
もうバイバイか。テストの結果が貼り出されてるみたい。期末テスト受けてきました。どうかな。あ、49位。あ、いくくんすごいな。うわっ、なんだこれ、ポケモンみたいになってるやんけ。語学すごいな、逆にすごくない。100点4つと50点1個か。家庭がなかなかあかんな。家庭頑張らなあかんってことなんやろな、多分。家庭が上がるやつを。でも450点いいよ。うんうんうん、もう一頑張りやね。うん、結構いい順位。期末テスト上位に名前あったね。それイクくんに比べたら下位だけどね。まあでも結構頑張ったんじゃないかな、イクくん。コツコツ努力して成果出すって本当にすごいことだよ。お疲れ様。ありがとう。イクくんの方がすごいけど、うん、素直に受け取ろう。皆さんメリークリスマス。今日の動画が間に合ってれば、今日は12月24日、間に合ってなければ12月25日。あ、そうだ、パーティーでプレゼント交換があるんだっけ。プレゼントを買いに行こう。何を買おうかな。いや、今年はジュリッチにしようかな。絶対これやん。あーちゃん、やっと見つけた。やっと見つけたって何？やっと見つかっちゃったかな。アイカくん、メリークリスマス。メリークリスマス。会場が広くて探すの大変だったよ。途中呼吸変だった。探してくれてたのすごく嬉しいね。でも君が一番輝いてたから見つけられたんだ。どうした、どうした、アイカくん、どうした、クド切り切ってる。クリア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 クリ光って見えた可能性あるよね。え、会場もお城みたいだし、本物のお姫様みたいだよ。本当はありがとう。となるとここはやっぱり俺がお姫様をエスコートすべき。ん、うんうん、この匂い、まさかラーメン。ごめん、お城のラーメンとか興味しかないよ。行ってくれ。あ、ラーメンに負けた。嘘やろ。そろそろプレゼント交換会の時間だ。誰のプレゼントが回ってくるのかな。もしも願いが叶うなら、まあさすがにイクくんで。君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。何が回ってきたんだろう。いや、今年は結構欲しいものが欲しいな。んん。モルフォチョウのバックチャームってつまり何。綺麗な青、すごく、あ、素敵な、じゃあよかったよかった。もう朝平くんがさ、朝平ちゃんが素敵と思ってるやったらそれでいい。あーちゃん、それ大当たり。大当たりだ。イクくん、大当たりって。だってそれ俺が選んだプレゼントだよ。そうなのね、イクくんが持ってるのは私が選んだプレゼントだよ。すごい偶然。ねえ、ここで開けてもいい？もちろん。やった、大当たり。君からってだけで嬉しいのに、欲しいアイテムまでゲット。な、うん、うん、うん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 。こうして高校生活2年目のクリスマスイブは終わった。あの日君のことを知ってから。暗いけど目慣れてきた。暗いけど感じるよ、君の視線。なんかやらしくなってきたな、最近のイクくん。